では2本目いきましょう。13番からですね。XY。場所選びか。うん、X は、足利義満はこのうちに花の御所ですね。これも歴史用語ね。うん、室町幕府やけ。A か B か。ね、うん。これ鎌倉でしょ。A か B かやったら、ね、そりゃ室町幕府は京都ですからね。うん。B でしょ。だけも A は切ると。こっちは鎌倉府でしょうね。うん、花の御所出たか。花の御所チェック入れましょう。義満が政務を行った花の御所。チェック。31ページ。OK。次。Y は、足利義満は4分の1州と、これもやっけ4分の1州歴史用語。山名ですからね。で、まあ、山名氏記を書いてくれてるのか。ね、いや、ときめきやまないですか、明徳ですね。で、これが C か D か、C か D かか。うん、これか。なるほどね。とりあえず、山名氏記をチェックいこうか。山名氏記は。義満の他支配席ですから31ページね。山の氏記。で、問題は、この、うん、この、まあ、岐阜、愛知やね、うん、美濃尾張、で、これ、三重県入ってますから、伊勢。この辺でしょうね。対して、山陰ですね。どっちかと、東海地方か、山陰地方か。うん、これね、ちょっと難しいな、これね。時がね、美濃なんですよ、時美濃。この子孫が一応明智光秀と言われてますけどね。美濃。山名は主に山陰なんですよ。やけ、これは、D になる。答えは4番。これはね、時が美濃っていうのを押さえた方がいいと思います。時が美濃。ね。今山名氏記をチェック入れましたね。うん。この美濃もチェック入れておこうか。時は美濃です。時は美濃。次、14番、F に関して、F は15世紀ですか。15世紀の東国に関して述べた文として、正しいのを選べと。うん、間違い探し行こう。3つ消しましたよ。1番、足利尊氏、この元氏に東国の支配を任せた。うん、いつぐらいだっけ。一味散々鎌倉幕府滅亡だから、覚えやすいよね。一味散々ね。鎌倉幕府滅亡。高尾じゃこの後、剣武の鎮静が行われ、ね、始まるけど、あっという間にこうね、ポシャってしまってですよ。で、足利高氏がね、吸ったものありながらも、室町幕府を開くという流れやけ、まあ、その息子ですからね、元氏ね。これが鎌倉公方でしょ。初代。ということは、まあ、やっぱ1300年代なる、ね、可能性がかなり高い。ということは14世紀ですね。2番、北条高時、鎌倉府を襲撃した。だから、足利尊氏が、ね、六甲田隊を落として、剣武の鎮静始まったと思ったら、これ、北条が、ね、この、ね、北条、この最高、ね、ね、目指して、うん、再び、ね、挙兵するわけですね。北条高時、これ中仙台ですよ。だからやっぱり一味散々の後ですよ。一味散々の後、これも14世紀。3番、鎌倉公方の足利持ち氏と足利将軍足利義教が対立した。これがそう影響のなんですよ。ね。だけどもう1、2は、1、2は、一応確認しようか。北条、あ、ごめんなさい。北条高時鎌倉府襲撃。これおかしいな、もともとね。高時じゃないよね。時行だよね、これね。これ内容も違うか、内容も。中仙台の乱。うん。東条時行ね、高時の、まあ、息子ですけど、落ち延びたんですね、鎌倉をね。うん、それが、
北条復興、ね、こう北条の復活、北条再興を目指して挙兵するけど、まあ、失敗して鎮圧されますね。共に14世紀、1には違う。足利元氏は、ここか、31ページね。で、中仙台の乱は、ここか、北条時行ですからね。3番は影響なの。これ、年チェック入れようか。最終的には絶対押さないといけないんですよ。32ページ。はい、これ。1438。チェック。チェックです。ね、答えも15世紀3だね。一応4見たら、後醍醐天皇の冥福を祈り、永平寺じゃない。これが天龍寺でしょ。ね。やっぱ×だ。3番。永久の乱。1438。よし、次。14まで終わった。15番、でまた古代から中世にかけての外交ディプロマシーか。いきますよ。はい、正しいもの3つ間違ってる。1番、多くの小国には身分や貧富の差が存在しなかった。いつ？弥生時代も米入ってきてますよ。米が入ってくることで持つもの、持たざるもの、貧富の差が生まれると。ね、存在しなかった×ですよ。2番、関東より北には米伝わらなかった。いや、東北まで伝わってます、この×。ね、北海道伝わらないから、独自文化ね。独自文化。で、これがこの後、薩摩文化なのね。独自も覚えたから、次、薩摩文化まで覚えたいですね。魏志倭人伝などの歴史書を作成する小国があった。魏志倭人伝作るの、これ中国ですよ。魏ですよ。日本じゃないね。これダメね、やっぱね。鉄釜や鉄製の刃先をつけた農具が使用されるようになった。となると、これも消去法で4なんで。そういうことですよ。鉄製農具。1番だって、例えばね、対人下戸、魏志倭人伝出てきますからね、身分差ね。対人下戸の弥生時代でしょ。米はもう OK で、まあ3、日本じゃない、魏志倭人伝は。はい、答え4番。次、16番。相乗国伝ね。三鎮聖公武。まあ、覚えたいね。もう2年のうちにね、和の号ね。三鎮聖公武。こっちか。9ページ。三鎮聖公武。和の号やったら武だけど、国内天皇だったらこれが雍楽天皇ね。いいですか？これ、武っていうのは、まあ、中国がつけた名前です。簡単に言和名で言ったら、仁徳天皇であり、若竹王騎になるということで、XY 丸×。X、和王は高句麗王、高百済王よりも常に高い官職を与えられていると。官職か。これ見る感じね。百済王。この中にあるのはこの鎮東大将軍か。鎮東大将軍ね。ここ入ってきて、次、鎮。安東大将軍は国王、鎮。安東大将軍、ここね。同格だね。正。安東将軍は国王。安東将軍になってるね。次ね。格下げか。こう。安東将軍は国王。一緒。あ、間違った。ごめんなさい。寝ぼけとる。寝ぼけとる。安東将軍は国王。で、こうも安東将軍だね。高句麗王は、社稷大将軍。あったあった。高句麗王国。あ、これ同格じゃないよね。こっちの方が下だよね。安東将軍の方が。これも常にでしょ？常にやっぱダメなんですよ。すべて常に。ダメ。いい？安東将軍、格下げ食らってますから。
高い地位じゃないよね。高い地位っていうか、まあ、基本同等かそれより下ですからね。×ね。和を部、有力点のね、ここか。和を部は、公が設けられた官職よりも高い官職を要求している。公はこれか。安東将軍和国王。はい、部は、安東大将軍和国王と自称している。上表している。そうね、こっちの方が、大がつく方が上ですからね。で、この中国、ね、宋の皇帝は称号を授けた。何の称号？安東大将軍和国王と、ほら、ね。ちゃんと要求通り、安東大将軍和国王の称号を与えていると。ここよく出てますよね。この中に百済がない。だから百済の、リクエストした中に百済はあるんですよ。でも、宋が認めた、ね、この朝鮮の国名に、百済はない。百済は認められなかった。ここがよく出ます。よく出る。で、和王部は、公が設けた官職が高い地位。やけど、公は安東将軍。ただし、部は安東大将軍と言ってますか、大将軍。うん、そうだね。これは答えは、バツ丸か。バツ丸。3番。この百済のところはもう暗記した方がいいですよ。黒本だったら。9ページ、これ一番下ね。書いてますよ。ここのことです。いい？よし、次。17番。あ、いい。2箇所空欄補充。607年ね、遣隋使派遣されたのは、うん。廃政政は、この隋からやってきた使者ですから、隋に派遣されたのは、小野妹子でしょ。いい。魏の滅亡に見られるように、朝鮮半島情勢が緊迫していると。滅亡した、百済か新羅か。ね、うん。7世紀後半じゃありますね。結局、四国志の後、中国、朝鮮統一したのは、これ、新羅ですからね。新羅だから。ああ。ちゅうことは、滅亡しねませんよ、新羅は。新羅が統一するんだからね。でも、これ、新羅を消した方がいいような気がしますけどね。どうでしょう。答えは3番。小野の今子、この隋小国伝ね。でここに貼るのは百済と。最終的に朝鮮は新羅が、ね、全国統一。成し遂げるということで。18番。7世紀から9世紀の日本の対外関係、述べた。誤っているもの。1番、トイと呼ばれる女神族。藤原高也ね。うん。これが道長なんですよね。時期的に。トイの入港もね、まあやっぱ最後は年を覚えた方がいいんですけどね。チェックでよか。17番。はい。これ、トイックと覚えるんですよ。トイック。トイの入港、トイック。これ、11世紀。9世紀まででしょ？これ、11世紀。あ、バツ。終わり。渤海ね。奈良時代は渤海ですよ。最初の遣唐使。犬神の御座敷は最後の遣隋使であり、最初の遣唐使であると。4番、北路から南路、遣唐使のルート。新羅との関係が悪化して、北路から南路に変わる。これも基本ね。基本。OK ね。やっぱりこれ1番。時期違う。ちょっと難しいけど。いい時期違う。次、19番。中国と日本の間を往来した人物に関して述べた分。はい。1番、高向の原理は、隋唐で学び大化の改新では内津尾身に就任した、うん、隋唐これはあったんですよ。唐がうんって思うけど唐にも行くんですね。あここですね。ちょっと内津尾身チェック入れようか。これは高向の原理は国の博士だけどね。内津尾身は11ページ。これが中富の鎌足ですよ。バツ。実はバツ。基
吉備の真備、玄保、立花の諸江政権活躍してますね。2っぽいね。3番、鑑真は、戒律伝えた。ね、うん、そう。東大寺作った？いやいや、東大寺創建には関わってない。関わってない。ね、これむしろ、例えば、行基とかですよ。うん、東大寺が誤り。鑑真は東照大師。4番、円仁、比叡山、延暦寺創建。いやいや、これ、最澄でしょ。円仁、その弟子ですけども、最澄ですよ。バツだね。となったら、やっぱこれ、吉備真備玄保で立花の諸江。うん。2番ですね。これはまあまあ、消去法かな。まあ、選んでもいいかもしれませんけどね。いい。よし、次、20番。並び替えか。大和田の共にしつこいね、もうね。日宋貿易は博多ですからね。いい空物出たね、資料問題でね。これだけ、清盛だけ平安後期。だね、平安後期。2番、建長寺、建長寺、建長寺船。これ、北条高時や建鎌倉寺、ね。3は、これ天龍寺、天龍寺。五代後の冥福祈る天龍寺。これ、描く室町。ってことは平安鎌倉室町、平安鎌倉室町、1、2、3で答え1番。OK。天龍寺チェック入れとく？天龍寺船。33ページ。天龍寺船。無双漱石ですからね。チェック。33。天龍寺船。では21番。ABCD。はい、はい、はい、はい。明との国交や日明貿易に関して。はい。まず、義満は明の皇帝から日本国王の称号を得た。その通りですよ。朝貢しますからね。頭下げた。ね。したら、中国皇帝から、ね、日本国王に任じられる。ね、王朝の国帝より皇帝よりは格下ですから。ね、これが作法体制ね。王に任命されることを作法体制という、うん。B、忍法の乱が起こった後、貿易は細川氏が独占。いやいや、勝ったのは大内ですよ。大内独占。日清貿易チェック入れる。大内勝利を収め、33ページ。独占ね、ここですよ。大内独占。忍法の乱。日民関係。日朝関係は、あ、三法の乱。三法の乱。次、詩で。主な輸入品、木綿。いやいや、木綿は朝鮮。朝鮮。これ、民ですから。朝鮮。はい、木綿チェック。日民貿易、主な輸入品は、木綿であると。33ページ、ここ。朝鮮から木綿。チェック。よし。答えは、違う。うんうん、やけそう。まあ、王に任命されて、このね、傘下に入るわけやけど、ね、全部民が持ってくれますから、ものすごい貢ぎ物しかプレゼントくれる。だからすっごい儲かる。ね、頭さえ下げれば。答えやけ、AとDか。AとD、答え2番。看護貿易。いいですか？で次、22番。ね、行きましょう。あ、いい。2箇所空欄補充。うん、あは、八条院が長江道かな。鳥羽上皇いきなりあるでしょ。もういいですね。間違えた人は入れといて、チェックを。これは鳥羽上皇だから八条院。長江道は後白河。はい、いい。相互不干渉。お互いの、ね、領域をこのね、認め合う。お互いの領地を認め合う。
任せるの自動でね。認め合ってるから分けて認め合う。分ける。下地中。OK。分けますか。自動に任せるの自動受け。八条院と長江通りはもうこれも典型、典型。はい。次、23。資料問題。いい問題ね。これね。遠急の書面整理ね。はい。遠急の書面整理。ここから展開できます？18ページね。ここ。御三条天皇摂関家外戚としない、この遠急の書面整理。記録荘園研究所に登録する。ね。で、基準に合わない藤原氏の荘園、没収。マスも作る。これがジャブですよ。このジャブがすっごい効いて、この後白河天皇が院政始めるということね。で、あ、その資料問題。結局この神津家の国、土井の荘を荘園として認可するかしないかだね、これね。資料。遠急の荘園整理は45年以後の荘園は認めないということですね。これはこの荘園で立証されたのはこの時期なんか。ということは遠急の荘園整理はこの45年以後の荘園を停止させると。ってことは45やけ、これ、45より前じゃないですか。ね、この、神津家の国、土井の荘地の、ね。そう、これ、引っ掛けなんですよ。まず、まあ一応、荘園として認可するかせんか。だから、これ以後は没収するけど、以前ですからね、これはね、適用外ですよ、この認可しないの。ね、だから、これまず認可する。あ、ちょっと待って。ああ、これ引っ掛けだね。これ難しいね。わかったわかった。つまり、45年以後の荘園をストップすると。つまり、この時期は OK なんですよ。この、神津家の国、土井の荘。45年以後の荘園を停止するんだから。ところが、OK だけど、単純に時期ならね。これね。神津家の国から中央に奉納されていた紅花について、延久年間において紅花を奉納するのに、この荘園が妨げとなっとったと。ここですね。この後ですよ。国務に妨げあるは同じく停止のよし先月と。時期は OK でも国外に対して妨げ、政務を妨げると。国務を妨げる場合は停止しますよと。これ見たら、中国の紅花について、紅花を奉納するのにこの荘園妨げとなってますね、これね。時期は OK やけど、これが妨げになっているから認可せんのですよ。こっちは先のような気がするけど、じゃあ ABCD ね。ね。だから理由か。宣徳2年。宣徳2年より前ですよ。前。
前に立証された証言にと認めてもらったけども、もうこれ以後じゃないもんね、消えるね。最後違うか。国務の妨げになっていないかった。妨げになっとった。妨げになっとんですよ。だから、ね、認可しないと。めんどくせえ。オツで、オツで、妨げになってる。こうですよ。妨げになってる。し、オツでし。答え3番と。いや、まあ、最悪できんのはしゃあないですよ。今の時期ではね。あんま気にせんことですね。うん。よし。ラストいこう。24番。省エネ系に深く関わった役職。受領、保持、木材、預かりどころ。だから、省エネ考慮性は、ね、常にあの表で抑えると。いい？これで抑えると。これで。だから、まず1番、受領はこっち側だね。考慮側ですね。ね、これ、聞いとんのは省エネですからね。省エネの経営に深く関わるんですから。ああ、ということは、ね、この図量はこっち側、光量側だから消えます。こっち側のこと聞いてるんだから。ね、そうしよう。保持、まあこれはまだいいや。木台は目の代わりに行くから国士の。やっぱり光量。じゃあ、預かりどころは？預かりどころは省エネの経営、つまり寄進した元の持ち主、開発領主が名前変わるんですね。管理人さんになると。召喚預かりどころ、公文下士と。ということは、ね、省エネの経営に深く関わった。省エネ側は、これで言ったらもうやっぱ預かりどころでしょ。木材図量はバリバリ、工業側の言葉。預かりどころは省エネですよ。化学同士の別名ですから。あと、保持がわからん、わからんのを置いとく。預かりどころが OK か OK じゃないかですよ。預かりどころ OK。省エネの管理人になったと。ね、まあ、チェックないとこ人入れとく。任せます。任せる。いい？ということで、やっぱこれ読んだと。ね。なります。OK ですか。では2本目、これにて終了いたします。